2022年9月15日、大阪市内のホテルで3年ぶりとなる大阪維新の会懇談会が開催された。2000人を超える党員・支持者が集まる中、驚きの計画が発表された。会場の巨大モニターに映し出された吉村代表が語ったのは、来年春に行われる大阪市長選挙、大阪維新の会の公認候補予定者は予備選挙で決定します。予備選挙で決定します。来春の大阪市長選へ向け、今までどの政党も行ってこなかった新たな試み、公認候補予定者予備選挙の実施。さらに驚きは、党が掲げた例ともいえる選考方法。特別党員はもちろん、条件を満たせば一般人の立候補も可能。さらに選考委員会には辛坊治郎氏、津田慎一郎氏、三浦瑠麗氏が参加。そして12月10日、一般党員、特別党員、ライン党員の投票により公認候補を決定するというのだ。大阪維新の会がぶち上げた前代未聞の大阪市長選公認候補予定者予備選挙に、マスコミ各社から質問が殺到した。先ほど大阪市長選挙の予備選挙についてご説明がありましたが、これはもう公職選挙法等を確認して法律的に問題がないやり方ということで間違いないでしょうか。はい、そうです。総務省にどういうことがダメなのかっていうのを確認しながら、その中では構築をしたということです。大阪維新の会代表として、どういう資質を持った方に期待するとか、市長選に向けての意気込みがあれば。まさに維新の改革を進めていく上で、大阪を引っ張っていく、不失態で大阪を引っ張っていく、維新スピリッツを持って成長する大阪を目指していく、次世代にしっかり投資もしていく、強い理念と熱量を持った人、市長候補、大阪維新の会の市長候補になってもらいたいと。維新スピリッツですね、一言で言うと。それを持った人に頑張ってもらいたいと思います。この日より受付が開始された予備選立候補者、松井一郎市長の維新スピリッツを受け継ぐ新しい大阪市のリーダー候補は一体誰に。それでは今日の17時をもちまして、大阪維新の会の大阪市長候補予定者の予備選挙の立候補の締め切りをいたしました。僕自身も聞いていませんので、はい、どういった人が名乗りを上げているのか上げてないのか楽しみにされています。はい、それでは発表いたします。大阪市の未来を背負うと名乗りを上げてくださった面々がこちらです。おお。え？そういうことですか。今回ですね、15日に発表し、で30日今日締め切りということで、ずっと待ってたんですけど、今週に入るまで応募一通もなくてですね。あ、そうなの。僕もずっと焦ってたんですよ。これ全然来えへんやんと思って。そうか、これどうなんのかなと思ってたら、月曜日に1通来て、で今週のね、はい、はい、で火曜日に1通来てっていう感じ、1日ずつ来て、ほんで何やったら今日の朝も来たんですよ。いやそれはね、いや僕も聞けば教えてくれるんかも分かりませんけど、本当に聞かなかったんですよ。そうですね、本当に聞かれてないでしょ。はい、まあ、力強い面々が育てるな、まあ、そう思います。はい、それではですね、応募者の方を紹介していきたいと思うんですが、時間の都合がある方もいらっしゃいますので、応募が遅かった順というふうに、ちょっとほんまやったら応募が早かった順で紹介していくのが一般的と思いますが、遅かった順で紹介していきます。はいはい、それでは、本田理恵さんです。
本田理恵さんは、大阪市会議員3期目ということでして、2級建築士、そして、建設設計事務所代表設計士で、大阪市会では117代の議長も務められていた、そんな方でございます。本田さん、こんにちは。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。お願いします。全くその素振りを見せなかったですね。本田さん、公募の書類を書いたのが昨日の朝です。昨日の昼にやっと出来上がりました。そう。本田さんはちょうど僕が最初に政治家になった市議会議員の一緒の時に政治家になった、市議会議員で政治家になってね、同期ってことですか。同期です。で、上東区でこの間ずっと大阪市議会議員を務めて、まあ、議長もして、まあ、非常に熱心に政策にも取り組むパワーのある議員やという印象なんですけどいやだってもう本田さんそんな気全く見せてなかったから分かんなかったけど、自分がというよりは、今までの維新の改革をしっかりした知ってる人、維新の改革を分かって本当に理解して今後も続けてくれる人になってほしいなという思いから、そういうのをしっかり発信する場であるこの公募に出てみようと思って出たところです。あれ、悩んだりしなかったんですか、この応募するにあたって。悩みましたというか、誰か他にもたくさん出てくるのかなと思って、議員以外の、その市長選やってる、市長候補の予備選やってるっていうことをたくさんいろんな人に伝えたんですけど、なかなかこう皆さんこう自分がっていう方が少なくて、であれば、まあ、私がというわけではないんですけど、せっかく予備選というチャンスがあるので、大阪維新の会の改革を分かってる人に、ぜひ前に出てほしいなという思いから、公募出したんですけど、家族にも言ってなかったので、家族はちょっと報道が出ると困ると思います。ちゃんと言ってください、それ。はい、わかりました。それ一番最初にこう相談せなあかん人やからね、そこ、本田さん。はい。はい、じゃあ頑張ってください。本田さん、ありがとうございます。ありがとうございます。本田さんはこの後ちょっと予定がありまして、もう本当に今日の朝書類が届いたもんで、今日これがありますよっていうのを伝えたっていう事情がありましたので、ここで、退出という形になりますけれども、引き続きよろしくお願いします。どうもありがとうございます。ありがとうございます。すいません、勝手します。はい、それでは次の方を紹介させていただきます。松並健太さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。松並さんは、元衆議院議員、国会議員の経験がおありでして、元厚生労働大臣政務官、そして元日本維新の会国会議員団幹事長という肩書きでして、現在は大阪府議会議員、1期目という形になっております。健太さん、はい、ありがとうございます。びっくりしましたよ。いや、自分でもびっくりしてます。いやいやいや、松並健太さんはずっと国会議員で、まあ、僕より政治はもう先輩で、同州制をものすごい一生懸命されてて、まあ、都構想も一生懸命されててね、今大阪府議会 のメンバーでずっと一緒に仲間でやってる、国政政党の維新の会が一番形がなかった時の最初のメンバーなんですよ。だからどっちかって言ったら国政っていうイメージがすごく強いんですけど、これなんでまた松並さん市長候補に手を挙げると判断されたんですか。はい、いや、もう僕も府議会議員になったのは、まあ大阪都構想で過半数を得るため、まさに都構想のために府会議員になって、都構想がまあ一回一旦ダメになったわけですけれども、まあその時にですね、まあ吉村代表にもご協力いただいて、この大阪都構想 2.0 書かせていただいて、本当にこの大阪もう一回しっかりせないかんなっていう思いが、やっぱり本書きながらもたくさんの資料に当たって、でたくさんの方に取材して、であとここでっていう思いで、まあ本当に一旦は国会戻ろうっていう気もあったんですけど、都構想を負けてそんな国会戻るよりも、やっぱり自分の最初を貫いて、この大阪のためになんとかできんかなってもうずっと思ってきて、まあ今回維新らしいですよね、この公募っていう、代表も今日初めて見たっていう、まあこういうガチンコの気持ちいい政党にいて、で気持ちよく戦いたい、で僕しかできないことをやろう、まあこれはもう今回大阪市長、自分の人生ここに紡がれてきたなって思いました。
なるほど。ご家族はちゃんと説明お話ししましたか、健太さん。はい、もう全面的に皆さんあのバックアップしてくれてて、本当気持ちのいい家族しかいません。なるほど、はい、また頑張ってください、健太さん。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは次の方を紹介いたします。岡崎太さんです。はい、よろしくお願いします。岡崎さんは、大阪市会議員3期目ということで、今日本維新の会では総務会長代行をされておりまして、大阪維新の会では政調会長をされております。大阪市会議員団では幹事長をされている、まあ、そういう役職の方でございます。よろしくお願いします。岡崎さんも僕が一番最初政治家になった時の、まあ、市議会議員で一緒 の、 あの時になった同期仲間です。で東成区でね、まあ、ずっと一緒やってきて、ずっと市議会議員で、今は市議団のまさに要の仕事をしてくれてるって。また大阪維新の会にとっても政調会長っていう、まあ、あの政策をまとめる責任者をやってくれてて、非常にあの力のある、まあ、僕は岡崎さんは手を挙げるかなと思ってました、はい。うん、なんかチームにも出てたし、ね、出てましたね、出てたし、うん、どうですか岡崎さん、ちゃんと奥さんに説明したの？めっちゃ怒ってるわ。何やったら今から消そうか、もうあの報道陣のから消さないけど。いや消さんといて。やっぱりそれは家族にしてみれば、うん、あの吉村代表や松井前代表の姿見てると、あんたこんなことでええのとは思うでしょうね、うんうん、怒ってます、うん。でも岡崎さんずっと市議会やってて、やっぱり市政というかね、そうか、あの本田さんと一緒で津部さんにずっと見てきた立場で、まあ、市長でいうとだから平松さん、橋本さん、僕、松井さん、この4人の市長の時代を岡崎さん、はい、まあ、さっきの本田さんもそうですけど、一緒にこう姿勢を見てきた、はい、まあ、どうですか、はい、うん、もう本当にそれぞれ貴重な体験なんですけど、うん、あの意外とやっぱり僕にとって大きかったのは、あの平松市政から橋本市政に入れ替わった時、うん、吉村さんも記憶あると思いますけど、本当にあの何を動かそうと思っても1ミリたりとも動かない、この役人の あれを経験させていただいたっていうのが大きくて、まあ、そういう意味じゃ、あのどこそ2回負けてしまったんだけれども、知事と市長が一緒にやれるやっぱり維新のこの体制、もうしばらく続けないと時計の針はたやすく戻るんじゃないかな、という、もう危機感がまだまだやっぱりあるんです。ここをなんとか乗り換える役割を、吉村世代と言われながら松井世代に近い私が立候補させていただいてもいいのかなと思って、今ここにいます。そう、あれすごいラグビー部で筋肉隆々なの。そうですね。今日は筋肉見せなくて大丈夫なんですか？まあやめておきます。いやさっきあった通り、でも本当ね、平松さんから橋本さんに変わる時はもう僕すごく覚えてる。あの時はもう役所も完全に平松市長で、僕ら少数だからね、はい、うん、で都構想やりたいって言ったら、都構想なんか影も形もないじゃないですかって平松さん言うね、まあ、実際その時はないね。ほんだら後ろに職員が笑ってるんだから、あ、うん、僕その光景今でも覚えてるよ。だから絶対やってやろうと思いましたもん、その時、うん、うん、それぐらいのところからなんとかこうぐっと役所のおかしなところを変えていって、変えていって、変えていって、まあ今があるっていうのは、あの岡崎さん、まあ、一緒に経験してきましたんで、まあ、そういう中で岡崎さんも考えてるんだと思うんでね。で岡崎さん、じゃあ筋肉出すのほどほどにして頑張ってくださいね。はい、頑張ります。はい、ありがとうございます。それでは次の候補者を紹介いたします。横山秀幸さんです。よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。横山さんは、現在大阪府議会議員3期目でして、はい、大阪維新の会で幹事長を務めていただいております。大阪府庁出身ということですよね、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あの横山さんも、はい、僕がちょうど最初政治家になった時の同期で、横山さんは府議会、はい、で、淀川区の、ね、府議会議員で、はい、ずっとこの間あのまさに維新の要の役割を果たしてきてくれたと。で今はもう大阪維新の会の幹事長ですから、うん、だからもうナンバー2ですよね、大阪維新の会の、ね、今の組織のナンバー2は
やって組織をまとめるというのをやってくれている、まあ、府議団の中でも非常に信頼が厚いのが横山さん、まあ、ここも横山さんも新聞紙上で名前出たから僕も手挙げるかなと思ってましたけど、横山さんはいよいよもうあれですか、腹を決めて決意したというところですか。でも、ね、やっぱ家族は若干ビビってますよ。うん、そりゃそうやね。あの怒って、まあ、怒ってないですけどね、やっぱりあの若干ビビってますね。でもこの予備選、まあ、今日僕もあの初めて皆さんお顔見て、とにかくこの予備選を通してあのこう市政 の, あの政策の部分でしっかり盛り上げていくと。で本選はやっぱり来年4月なの で,、うんうん、でここでこういい流れであのもう僕どなたがなっても本当にいいと思うんですけど、ただもうあの手を挙げた限りはもうしっかり、うん、あの最後まで頑張り抜きたいと思います。うん、それ横山さんどなたがなってもいいとか言ったらあかんよ。もう出るんやと俺がなるって言わんと、ちょっと俺しかおらんと。でも人がいいから。あ、そう、キャラが違います。横山さん優しいキャラだけど。優しいか、うん、優しいキャラだからね。でも本当にみんなからの信頼も厚くて、うん、ご家族もあの理解してっていうことなんで、まあ、姿勢も不正もどっちも詳しいし、あのめちゃくちゃいろいろ考えましたね。やっぱりあの、うん、昔を振り返りまして、うん、で都構想はやっぱり2回で、うん、私2回目は法廷協のメンバーも入らせてもらって、うん、で、まあ、結局思い届かず で,、うん、でまあ、その後あの広域一元化でいろいろ府市 の,、うん、あの一元化も進む中で、うん、あの万博や IR や G20 やこう進んでくるって、うん、まあ、この流れはやっぱり絶対に途絶えさせてはいかんなという思いと、うん、まあ、幹事長もさせていただいた中で、うん、これ、まあ、あの自分もやっぱり手を挙げるべきやという思いで、うん、あの、はい、挑戦にするに至りました。うん、本当にいろいろ本当に考えました、振り返って。いろいろないんだけど、こうやってね、横山さんみたいにこう優秀なメンバーが手を挙げてくれて嬉しいですし、まあ、最後まで頑張ってくださいね。ありがとうございます。それでは、次の候補者を紹介いたします。藤田明さんです。よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。はい、藤田明さんはですね、現在大阪市会議員3期目でございまして、日本維新の会では政調会長代行でございます。大阪維新の会大阪市会議員団の中では政調会長も務めていただいているということでございます。あれ、藤田さんちょっと声枯れてるみたいけど大丈夫？そうなんですよ、ちょっと声の調子悪くてすいません。あ、そう。いや、あの藤田さんはね、はい、僕が政治家になって少し後に政治家になったメンバーで、ちょうど僕があれ政調会長やってた時ですかね、あの面談みたいなのをした。はい、でその時にあの、ね、高島を辞めて大阪の改革を一生懸命やりたいって言うから、僕高島におった方がええんちゃうのって言ってんからね。安定してるし覚えてますよ。もうそう、でそれでも必ずやりたいっちゅうん で, でそっからやっぱりぐんぐんと力つけてきて、やっぱりこの政策に詳しい、だから日本維新の会でもやっぱり政調に入って政調会長代行代行やってね、はい、でそれからあの大阪維新の会の大阪の市議団、だから大阪市の市議団の中の政調会長やってるという意味で、本当に政策に明るいわけですけど、この中でいくと、まあ、一番 若くしてまた一番最初にということは立候補の届け出したということなんですけど、思いって何かあるんですか、ですね、この市長にかける思いというのは。はい、あの僕はもう2回目の都構想がならなかった時から、うん、あのこのままこの大阪の改革がしぼんでいったらあかんなという思いが非常に強くて、うんうん、あのいずれやっぱりその松井さんも引退されるので、うんうん、あのその時にちゃんとこう自分が代わりになれるぐらい成長しなあかんなと思って3年間準備をしてきたっていうのがあって、今回もその点っていうのが出た瞬間にもうあのやろうというふうに意思を決めてました。うん、家族どうですか、ご家族は。これ家族もその都構想が終わって1週間2週間ぐらい経った時かな、なんかそういう話をして、ちょっともうあの首長になりたいと思ってるから、そのつもりでこれから残りの議員生活やっていくわって話をしてたので。なるほど、そうです。都構想があの否決されて、だから松井さんと僕があの会見やったの否決されたあの後からもうこれは自分が首長はやるべきだと思ったってこと。そう、やるべきっていうとちょっとおこがましいんですけど、うん、やっぱりあのしっかりさっき本田さんも言ってたように支えていけるような人材が育っていかんとあかんなと思ってて、うんうん、でまああのね、さっきの横山さんとかも僕もずっと一緒にやってきて同い年なんですけど、あの頼もしいメンバーもたくさんいる中で、やっぱり自分がずっと基礎実地見てきてやりたいこともたくさんあるので、うん、まあ、ここは一つチャレンジしようということで、うん、まあ、腹くくって、ね、藤田さんもずっと市議会で、あの大阪市議会の中で大阪市役所の仕事をずっとやってきたので、うん、まあ、市政にはもう一番、まあ政治ね、成長で詳しいし、まあ、そういう思いも強いんで、
まだ藤田さん、あの多分都市も一番若いんじゃないかなと思うんだけど。そうですね、うん、ちょうど吉村代表が市長選挙出た時と同じ40歳ジャスト。腹くくってやったら務まると思うから最後まで頑張ってくださいよ、はい、藤田さん。ありがとうございます、うん、頑張ります。はい、頑張ってください。ありがとうございます、うん、まあやっぱり見てたらあれですね、皆さんに共通しているのは危機感ですね。危機感、うん、なんかそうですね。そうそう、だから今のままで松井市長もいなくなって、維新のこの改革を進めていく上でのそのためにはやっぱり自分が当事者となってちゃんと続けていかなあかんというのを皆さんから感じましたね。まあ、それぞれ生い立ちとか、はい、あれは違うけども、今回この発表をするまでの間、自分で、まあ、SNS とか、うん、マスコミの方とかに、うん、出るとか出ないとか言わないでくださいって我々要請してたじゃないですか。でそれをきっちり守っていただいて、こうして発表できたことに本当に実行委員会としても本当に感謝申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。それではですね、吉村さんの方から皆さんに質問をしていっていただきたいなと思います。僕から聞きたいなと思うのは、このメンバーを見るのも皆さん初めてだと思うんです。僕も初めてだし、このメンバーを見て皆さんどう思うかっていうのをちょっと聞いてみたいなと思います。はい、本田さんも含めた形で、うん、どう感じたかというのを、聞いていきたいと思います。それでは藤田さん、よろしくお願いいたします。はい、まあそうですね、率直にやっぱり安心感といったらちょっと変ですけど、まあ、このメンバーやったら、まあ、横山さんじゃないけど誰がなってもちゃんとやってくれるなっていう安心感はあります。うん、次じゃあ横山さんお願いします。なんていうか、皆さんこう政策通やし、やっぱり政治もすごくこう経験が長いし、まあ、維新の会を中心で支えてこられた方々なので、とはいえね、予備選やからみんな一緒に競うわけですから、非常にこう緊張感といいますか、まあ、楽しみですね。どういう予備選になるか僕らも本当に知らないんですよ。もう何をするか知らないんですけど、本当にこう、なんというか、フルフラットに、フルオープンに、バンバンやりたいなというふうに、はい。何するか伝えてないし、分からへんもんね。そうですね。まあ、本当に。はい、でも、まあ、初めての試みだから、それやっていきましょう。はい。うん、それでは次は、岡崎太さんです。これまあ、本当に皆さんと同じ感想なんですけどね。ただね、もう一個思うのは、さっき言った本田さんも、藤田さんも、市議団ではまた一緒に仕事していかなあかんし、ちょっと健太さんあんまり絡みないんやけど、うん、横山さんとは、もう来春の統一の準備、もう毎日に近いぐらい電話しながら連絡取ってやってるんでね、ちょっとコロナ禍で、どうやってそのライバルバチバチモードと一緒に仕事やっていくのバランス取ろうかなっていうのをちょっと漠然と考えてたっていうのは今の本音ですわ、うん、もう思ってることをどんどんぶつけていってやってくださいね。もうバチバチで、うん、それでこの中でもバチバチで勝ち上がるぐらいじゃないとそれは大阪市長って務まらへんと思うんで、頑張りましょう、うん、はい、頑張ります。はい、それでは、次松並健太さん、よろしくお願いします。はい、まあ、本当に今回皆さんの顔ぶれ見て本格派ばっかりやなと、まさに政策、それから維新スピリットのガチンコができるメンバーやなと思って僕も逆に楽しみになりました。ただちょっと僕が不安やったのが、吉村世代が育ってるかなって松井市長もおっしゃってたんで、なんか僕だけ外れてるような気はするんですけれども年齢はしっかり吉村世代のつもりですんで、その辺あまり仲間外れにならんように頑張りたいと思います。あれ健太さんね、政治経験なくて国政の経験もあって、でも結構若いんですよね、昔からやってるからね。いやいや、結構若いんですよ、キャリアだけ長くなってですね。そしたらせっかくなんでね、まあ、応募したことについて思いの丈一言あれば、皆さんお一人ずつよろしくお願いします。まずは、岡崎太さんから、いきたいと思います。よろしくお願いします。4人の市長を見てきて、これからの大阪の進む道っていうのはやっぱり首長の考え一つや、その価値観っていうものが役所全体含めてね、やっぱり色濃く反映されるもんだなというようにはすごく感じてます。これをなんとかやっぱり今の路線、先ほども言いましたけども、この維新路線が続いて、で今日もやってたんですかね、福祉と推進本部会議っていうの、この福祉と大阪を大阪だけが発信してるんじゃなくて、日本全国の人がそうやって認めてもらえるような
都市にしていきたいと思いますので、これからの論戦見ていてくださいというより楽しみにしていてください。よろしくお願いします、はい、次は藤田明さん、よろしくお願いいたします。今までの大阪市政の10年間で僕見てきたんですけども、どちらかというとこうマイナスからのスタートで、それをこうプラマイゼロに戻していくみたいな改革が、まあ、本当にしんどかったなっていう思いだと思うんです。多分吉村代表も同じ。そうそう、本当そう、だいぶ再生やめたかもしれない。そうですね。で、まあ、ここまででいろんなこう負の遺産とかもだいぶ解消してきて、財政的にもかなり豊かになってきましたんで、そうそうそう、こっからこうゼロからプラスに転じる反転攻勢の時期に入ってくると思っていて、こっから先の大阪ってもうほんまにめちゃくちゃ夢ある、あの未来になっていくと思っているんです、うんうん、なので、まあ、このメンバーでですね、大阪の未来どうしていくんかっていうことを、まあ、一般の方にちょっとでも見ていただけるような論戦ができたらいいなというふうに思ってますので、引き続きよろしくお願いします、はい。それでは次は松並健太さん、よろしくお願いいたします。まあ、本当に維新の改革って第2ステージだと思うんですね。で、今までは行革、教育改革、すごくこの国を変えるぐらい、まあ、実際維新の改革で変わった法律多いですから、これを我々行革教育はやってきたんですけど、これからやっぱり命輝く未来社会ということで、医療とか社会保障、まあ、藤田さんおっしゃったように財政が良くなった時に我々やっと攻めに転じることができる、まあ、私よく道州制とか統治機構改革都構想ばっかりやと思われるんですけど、実はもう一つの柱が医療でして、まあ府議会でも医療政策研究会っていうのを今年立ち上げさせていただいたんですけど、やっぱり今まで維新が手が届かなかったもう一つの柱っていうのを作っていけるんじゃないかなと。そしてまたこの今回の予備選挙、まさにですね、首長の予備選挙でこんなフェアな戦いをした例は日本の民主主義にはないと思いますんで、まあ、これを機にですね、みんなと一緒に日本の民主主義も一緒に変えてやるんだ、大阪市は大阪市だけのもんじゃなくても日本まで変えるんだっていうぐらいのですね、戦いができる、そんな場所にみんなでしていただければなというふうに思いまして、まあ、この場にいることを光栄に思います。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。それでは、最後、横山秀幸さん、お願いいたします。まあ、私ももう皆さんと一緒で、もう維新、12年ですね、に及ぶ改革をですね、進めてきて、で、やはり2度の都構想を、まあ、思い届かず、これ、ふとしでまた、しっかり力合わせてやっていかないといけないと。で、成長の軌道にありつつ、まだまだ緊張感あると思うんです。万博にしろ、IR にしろ、大型インフラにしろ、気を緩めれば、非常にリスキーな状況もあると思っています。だからこそ、まあ、ふとしでしっかり、維新、統一しながらやっていくっていう、この政策のすり合わせで、あと大阪地域の抱える課題の部分ですね、人口減少や少子化、あと子どもの貧困率なんかも非常に高い、この成長の財源を使ってしっかりこう優しいサービスのあたり、ここも充実させていく、こんな政策をですね、この予備選通して皆さんとしっかり議論していきたいと、このように思ってます。長い2ヶ月間ぐらい長いですけど、最後までよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。というわけで今、4名の方に、思いの丈語っていただきましたが、今後この5名で、選考が進んでいくという形になります、はい。当初発表いたしました内容からするとですね、うん、6名以上あれば、うん、一次選考を行うと、まあ、そういった条件だったわけなんですが、うん、今回5名ということですので、一次選考はありません。二次選考はだいたい10月の下旬から11月の上旬にかけてやっていこうというふうに考えております。でそれに先駆けてですね、この YouTube の番組に関連した収録をまた皆さんにちょっとご協力をいただこうというふうに考えておりまして、そんな中にはですね、司会にお笑い芸人の田村健二さんを呼んだような内容のユーモアを交えて、皆さんの人となりとか、政策とかをアピールしていく、まあ、そういった回も含んでいこうというふうに考えておりますので、ぜひ全面協力いただきまして、この予備選をみんなで盛り上げていけたらいいなというふうに私も考えておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。じゃあ皆さん、これから始まりますんで、ぜひ頑張って切磋琢磨して、この候補者に最後勝ち残れるように目指して頑張ってください。ぜひ皆さん の活躍を、あとパワーを期待してますんで、頑張っていきましょう。果たして誰が残るのか。
大阪維新の会が送り出す改革の公認候補者は今年12月に決定する。